はい、こちらのボールなんですけども、イレギュラーボールと言いまして、野球のね、イレギュラーバウンドを取るためのね、反応するための、練習の野球ギアになってまして、これゴム製なんですけども、ボコボコがね、ついてまして、これをね、転がすと不規則なね、バウンドをしてくれるので、イレギュラーをね、補給するための練習になるという商品なんですけども、一応ね、大きさが大と小2つありまして、こっちがね、大きい方の商品なんですけど、まあ、手のひら、ソフトボールの一回りちっちゃいぐらいの大きさにね、なってまして、で、ゴム製になってるのでね、跳ねて顔に当たったりしても怪我をしないような作りになってまして、これをね、転がして、イレギュラーのね、補給の練習をやってみたいと思います。それでは行きまーす。はい。おい。あ、取るよ。はい、こんな感じでね、まあ、遊び感覚でイレギュラーにね、反応する力を身につけることができるという商品ですね。まあ、子供たちも楽しみながらね、ゴロをしっかり反応して取る、見て取る力をね、つけることができるので、非常にいいね、野球ギアなんじゃないかなと思います。しっかりね、捕球寸前までボールをね、見ておかないと、最後のワンバウンドでね、どこに跳ねるかわからないという商品なので、まあ、これはね、実際の野球のプレーにおいても、捕球寸前までね、打球をしっかり見てグローブを出すというのは大事なことだと思うので、そういったね、基本的な基礎の基礎を身につけることがね、できるので、野球をね、やられてる方、まあ、当然ね、小学生だけじゃなく、中学生、高校生、大人でもね、役に立つ商品だと思うので、一度ね、試してもらえればなというふうに思います。